感じなんですね。タピオカ自体初めてのこと、うん、初めて。マジですか、うん、そんなことあんの。えそんなことある。レアでしょ、なかなか。マジですか、うん、女子高生に指刺されて笑われますよ。自分飛ばしていいもんなんですけど、うん、まあ自分とこの敷地やからいいんじゃないですかね。田舎やし。いや今後もドローン撮りたいやな。いいですね。僕あこれ見てる人わかんないかもしれないですけど、出てた高橋温泉課長の、はい、ドローン課長、ドローン課長の光くんは僕が普段お世話になってるサンプレス六甲っていう結婚式場にも働かれていて、そうですね、はい、で僕はエンドロール担当させていただいたお客様の全員集合の写真の時にドローンを撮ってました。頼んでもないのに頼んでもないのに素材くれました。いやー高橋さんめっちゃカメラ好きですね。でもそれちゃんと使いましたよ、エンドロールで。そのドローンカットね、最初1回目の動画で話した味噌知識で出会ったんですね、うんうん、僕は。ああはいはい、山さんはね、はい、うん、そこから前回の味噌知識もね、めっちゃ撮ってあったもんね。そう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 、あと味噌知識の動画の再生回数がすごい増えてて、多分このサンダ日和動画部の影響じゃないかなって勝手に思ってるんですけど。マジですか。多分この数日間の間に、多分なんかちょっと見ない間に、なんかちょっと前まで800とかそれぐらいだったのに、うん、なんか今朝見たら2000ぐらいいってて、倍以上。そう、はい、サンド日和の山見です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。続き高橋さんと鎌田さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします、お願いします。なぜここに来てるのかっていうと、前の動画でお話のあったソフトクリーム、はい、今この中で食べられるということで、はいはい、ちょっと食べてみたいですし、はい、あと最近流行りのタピオカドリンクとか、そうです、はい、はい、いろいろこう美味しいスイーツが食べられるお店が最近オープンしたということなので、はい、ちょっと皆さんで、ね、一緒に行こうかなというふうに思ってます。はい、では、はい、早速、はい、行きましょう。はい、行きます、はい。あー、衣に、おお、めちゃくちゃ美味しいソフトクリームって感じ。ストレート言うまでもね。めちゃくちゃ美味しい。じゃあ、もうめちゃくちゃ美味しい決まってますよ。料理長、料理長、トップです。お願いします。お願いします。このスイーツたちは、はい、別のところで作られてるって聞いたんですけど。そうですね、うちの本店の方のサンパレスロッコ、はい、今うちハウスウェディング、はい、ライダーでやってまして、そちらの方の成果を製造してます。はい、基本的にはお客さんも同じものが、パーティーとかも、はい、出してますので、まあ、大きさがちょっとサイズが小さくて食べやすい感じで出しているという商品です。品質はそのブライダルで出てくるスイーツレベルの、そうですね、はい、ということで、楽しみ。思ってた3倍濃厚ですね。すごい。最初仕入れるときに毎回こう殺菌をしないで毎回きれいにするっていう約束で OK もらってます。いろいろそういう条件がるんですね。そうなんです。その日でもう一回洗浄を荒らすような感じじゃないと味が変わっちゃうんで。へえ、これで300円ですか。はい、そうです。すごい、これちょっと通っちゃいますよ。ほんまに。いただきます。
なんか重い感じがする、うん、持った時にすごい予想重量が温泉課長が取ってます。いただきます。今は温泉課長が取ってます。うん、なんか濃い、ほんまに美味しい。しっとりって感じ、うん、なんかちょケーキに近い感じ。美味しい、すごい。こちらがちょっと2種類出していただいたんですけど、こっちがタピオカ黒糖ミルク、うんうんうん、で、これが黒糖の入ってないタピオカミルクティーです。ミルク、はい、なんか、あの高橋さん直筆のイラストが超可愛いじゃねえか。いや、あの恥ずかしながらタピオカドリンクか、はい、飲んだことがなくて。え、マジっすか。はい、怖いね、ガンってくるんじゃないか。タピオカってこういう感じなんですね。え、タピオカ自体初めての、うん、初めて。え、マジですか、うん、そんなことあんの。え、そんなことある。レアでしょ、なかなか。マジですか、うん、女子高生に指刺されて笑われますよ。なんか食感が面白いですね、うん、黒糖が優しい甘さで、うんうん、合います、すごい、うんうん、こっちの方があのやっぱあっさりしてますね。ミルクティーなんだけどさっぱりしてます、うん、ちょっとこう和風の甘さが好きな方は黒糖の方がいいかも。ちょっとさっぱりしたい人はこっちの方がいいかもしれないですね。これなんかソフトクリームと合うんじゃないですか、こっち、うん、これはね結構濃厚な感じのお口直しにミルクティー、うんあのミルクティーもあの自分たちで自家製というかもう抽出してやってるんで、うん、もうほんまにオーガニックといえばオーガニック。いわゆる市販の嫌な甘さっていうのはないなと思って、はい、あ、そうですね、全部手作りでやってるんで、うん、香港まで行ってもうタピオカをひたすらこうテイスティングして、でそれにちょっとできるだけ近づけるように、へえ、すごいな。温泉課長おすすめのロールケーキ、ロールケーキ僕も食べるの初めてなんで、いただきます。はい、うん、こっちはあの軽い感じでさっぱりしてますよ。なんかロールケーキ濃厚な重たい感じに思ってたんですけど、意外とあ、けどやっぱりなんかミルク感がすごいあって、後でこうミルク感がすごい口の中に広がりますね、うん、なんか何でもやってる会社さんですね。そうですね、結構何でもチャレンジして、できるだけこうサンダの方に喜んでもらえるような会社になりたいと思って、うん、素晴らしい。あの今後はどんどん地元に力入れていきたいなと思って、うん、ということで今日は西山にある、コンシャトンさんにお邪魔しました。本当に美味しいスイーツがいっぱいあります。私この黒糖ミルクすごい気に入りました。あとソフトクリームもすごい美味しいんで、はい、ぜひお近くの方は来ていただければと思います。よろしかったら動画 あのグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。 OK ね。OK です。